タジキスタン内戦は、1991年に独立を果たしたタジキスタンで、1992年から1997年にかけて発生した内戦である。1992年の5月、ゴルノバダフシャン自治州やガルム地方のイスラム勢力や民主勢力が、エモマリラフモンダタジキスタン共産党の権力機構や、クレアーブ地方やホジェンド地方など共和国で、 優遇されてきた地域に対し、武装を放棄して始まった内戦である。反政府勢力は、多軸野党連合を結成して、対抗。1997年6月、エモマリ・ラフモンとウトの指導者、サイド・アブドゥ・ッダ・アヌーリーが、モスクワで和平協定に調印し、内戦は終結した。内戦での死者は5万から10万人と推計される。1992年春。 前年に実施された大統領選挙の結果、誕生したラフモン・ナビエフ大統領への抗議行動を反政府勢力が街頭で展開し、緊張が高まる。5月、政府側の警備兵と反政府勢力の間で戦闘が勃発した。反政府勢力には民主化勢力のほか、ゴルノバダフシャン自治州のパミール人やガルム地方の民族集団、イスラム勢力が含まれていた。 一方、政府側には、ソ連時代から新政府でも常に、国内や政府内で優遇されてきた、保ジェンド地方の人々や、長く軍内で皇宮を独占してきた、クレアーブ地方の人々がついた。数度の武力衝突の後、保ジェンド派は妥協し、野党勢力も交えた、新しい連立が発足した。しかし帰って野党勢力は勢いを増し、9月に、ナビエフ大統領は、 辞任を余儀なくされた一方で首都のドゥシャンベでは、市外戦が始まっていた。ロシアとウズベキスタンの軍事支援を受け、ホジェンド派とクリアブ派からなる人民戦線は1992年末には、反政府勢力を圧倒、連立政権は瓦解した。ホジェンドクリアブ派が多数を握る、タジキスタン共和国際公会議は、エモマリラフモンが、指導者とする新政権を立ち上げた。 このことは政府内での権力が保持。ラフモンはクラーブ地方の出身であった。1993年には戦争は激しさを増した。クラーブの民兵組織はロシアなどの軍事援助を受け、タジキスタンイスラム復興等のイスラム勢力やゴルノ、バダフシャン自治州のパミール人やガルム人組織などを相手に選局を常に優位に進めた。さらに、ドゥシャンベの南部では、 パミール人やガルム人に対する民族浄化も行われ、特にアーアップの根拠地でありガルム人の多いクルガン鉄パでは、虐殺が行われ、数万人が犠牲となった。生き残った者はアフガニスタンへ難民となった。アフガニスタン国内で、反政府勢力は体制を立て直し、イスラム教会の支援を受け、アフマドシャーマスードが、反政府勢力を講演した。 反政府勢力はタジクや党連合、ウトを結成した。山岳国家であるタジキスタンでは中央政府の統制が及ばなくなり、1994年に国際連合タジキスタン艦次第が派遣された。内戦の当初の段階ではタジキスタンの南部が戦場となったが、1996年から反政府軍の標的はドゥシャンベに駐留しているロシア軍部隊に変わった。 アフガニスタン北部から出撃してきたイスラム過激派は、タジキスタン国内でもロシア軍を相手に戦いを続けた。1997年、国連主導の停戦協議が進行され、ウト側の捕虜交換、及び政権に野党勢力を入れる、という再三の要求が、最終的に受け入れられ合意が成立し1997年6月27日、モスクワのクレムリンでモマリラフモン。 ウトのサイード・アブドゥル・ダーヌーリー、ロシアのボリ・ス・エリチン大統領の間で和平協定が調印された。ロシアのエフゲニー・プリマコフ外相はイラン、カザフスタン、トルクメニスタンの各外相とも和平協定を協議した。停戦までにタジキスタンは内戦で疲弊荒廃し120万人が難民となった。人々は国際的な援助団体からの支援で生き延びた。 この内戦では、内外のジャーナリストも標的にされ、数十人のジャーナリストが殺されていた。監視団に派遣されていた、秋野豊か筑波大学助教授をはじめ、外国人も標的となり、犠牲になった。また優秀な人材が国外へと流出した。ありがとうございます。